今夜は白身町通りで味わいの時。さて、何でも令和にオープンしたのに昭和の香り漂う素敵な店があるそうですが、なるほど、こちらレトロな夜のカンパネラ。40年近くやられてたスナックさんをそのまま営業したいということで。お客さんの層ってのはどういう人が？女性のお客さんとかがやっぱすごい多いです。それは下地さんを目当たりに来るのかね。いや、落ち着いて飲めるみたいな形で。その営業ってのはどんな？昼間はランチ営業という形で、夕方からが酒場時間で、夜の11時からがバータイムという形で3部構成で営業させていただいてます。今夜はよろしくお願いします。乾杯。はい、はい。美味しい。チャーム、お通しをですね、お客様から選んでいただくという形で、よりどりみどりなお通しの日替わりチャーム、おすすめの豚の角煮じゃがいもソースをいただきましょう。あ、美味しい。角煮、まあ、トロトロですね。これはソースですっきり。ありがとうございます。おー、来ました来ました。鉄板ジュージューがなんとも嬉しい。これぞ昭和の味、ナポリタン。うん、あ、甘いですね。ありがとうございます。昔若い頃こういうところ入って必ず食べるのはナポリタン。これまた昭和の香りのレトロプリン。甘いものには金白が合うんですよ。昔ながらの硬い、少し固めのプリンをイメージして作っているので。ああ、いいですね。すごい大人の味がする。甘いのがちょっと苦手な方でも、はい、食べられるぐらいの控えめな甘さで。若い人の中にこの昭和が生きてるってのはいいよね。はい、これからも頑張ってください。乾杯。乾杯。結構でございました。